はい、どうも皆さんこんばんは。ということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はねこの純粋に何か食べたいっていう目をしてるこの子たちにちょっとねメロンをプレゼントしようかなと思うんですよ。いやあのさ、デグーが後ろで泣いてるんですよね。声入ってるかな。入ってなかったら僕がただ単に笑ったみたいな感じになっちゃうんですけど、ピーキューって言うんですよ、よくね。さあ、ということでやっていきましょう。いや、この商品ね、これ国産柔らかアンデスメロンっていう商品なんですけど、何がいいかって、メロンってね、栄養価的にすごい栄養価はいいんですけど、ハムスターにとっては水分が多いんですね。だからこういう乾燥させてあるおやつ、メロンのおやつってすごいね、ハムスターにとってありがたいんですよ。そう、だからそこがこの商品の最大のメリットかなと思うんですけども、そうそう、あとね、もう一個いいのが、メロンって、一回切っちゃったりとかするとさ、鮮度を、まあ切らなくてもそうなんだけど、鮮度を保つのが大変なんですね。あっという間にこう傷んじゃうので、だからこういう風に乾燥させて、日持ちできるようになっている商品っていうのは非常にありがたいですね。そう、それを伝えたかったね、今日の動画ではまあなので、もうなんだろうね、サムネでこんなメリットがあって書いてあるメリット気になってた方はここで終わってもいいぐらい嘘です、最後まで見てくださいというかね、すごい可愛い映像を撮れたんですよ。だからまあ見て損はないんじゃないかなと思います。いや、早速持って帰りましたね。で、今回これね、揚げてる量的に結構大きいのを揚げてるのは、まあその動画の、なんていうのか、メロン食べてるよっていう感じを出すために揚げてはいるんですけど、この商品極薄なんですよね。なので、まあ一応ね、結構後から、その、メロンを、まあ、多くならないようにってちょっと回収したりとかはしてるんですけど、毎回ねこういう動画を撮った後って、そうなんですけど、量的にも極薄なのがすごく嬉しいですね。ただ皮がついてるのがね、まあちょっとね、普通に本来生でメロンをあげる場合で、皮とか種って消化しにくいんですよ。だから乾燥させてどのぐらい消化しやすくなってるのかっていうところなんですけどね。まあでもこうやって商品として出てるっていうことは、まあある程度は大丈夫なのかなとは僕は思ってるんですけども、気になる方は、まあ、皮の部分だけ取ってね、あげてもらうっていうのが一番いいのかなと思います。さあ、いっちゃん、なんかさこれ広角カメラでこの時撮影してたんですけど、広角カメラにすると面白いね。なんか近いんすよね。近いって言えばいいのかな。なんかそのカメラに向かってきた時にさ、普通の1倍のカメラの様子だとまあほとんど見えないんですよ、ぼけちゃって。だけど広角カメラにするとめっちゃわかるねはい、ということで、いっちゃんはね、メロンをちょっと食べて、まあ、頬袋にしまってたんで、その後ね、出したやつを回収したんですけど、そう、これが終わっ、頬袋に入れ終わったら、もうカメラが気になっちゃって、もうずっとカメラで遊んでました。そう、今これね、1倍のところから広角カメラに切り替わったところですね。広角からカメラに切り替わった瞬間、顔がよく見えるようになったからさ、もうやめて、こしょばいよ。こしょばいよ。だからこの映像はこしょばいっすね。なんか耳がさ、パサパサってされてるみたいな感じになんかなりますね。僕だけかな、この感覚。はい、ということで、なんか半分以上ずっと遊んでましたね、いっちゃんはね。もうほら、もうずっとカメラ気になっちゃって。
まあ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 、でもメロンも楽しんでくれてたので良かったのではないでしょうか。さあ続いて福くんにあげていきましょう。レッツラッゴー。いや、こんな感じでね、うちの子たちに何人かにあげていく動画になるんですけど、全員をね、いっぺんに一つの動画に載せてしまうと、まあ、こういう動画って結構長い動画になっちゃうので、今回はちょっと区切りました。うん、なので今日の動画は、祖父とお孫さんですそう、福くんおじいちゃんとね、一娘の一ですね、今回やっていこうかなと思うんですけど、まあ、動画もう終盤ですけどもねいやー、福くんもかわいいな。美味しそうに食べてくれてますね。これは嬉しいね。鼻がぷっくりしてるなもう大事そうに持ってる姿がなんかね、愛らしいですよね。すごいね。かわいいな。あっという間になくなりましたね。さあおかわりしに来ましたね。なくなっちゃったよみたいな取りに来た感じ。なんかね、そうそう、言い忘れてたわ。この商品なんですけど、これ皮の部分の方がなんかさ、こういうところの方が甘みが強いのかもしれないですね。どうなんだろうね。いや、そんなことないか。皮の部分って甘みそんな強くないよね。どうなんでしょうね、こういうところはね。このアンデスメロンの商品なんですけど、そのなんか乾燥させることによってさ、その良さが出るんですけど、そのメロンって、まあ、甘み熟してから甘みが出てから、普通だったらまあね、配送したりとか何日か経ったら傷んじゃうじゃないですか、日数が経つと。だけどこの商品は甘みが出るちょうどいいタイミングのところで乾燥させてるらしくて、だからね、結構甘い状態で商品化されてるものらしいんですよ。だからきっと美味しいんじゃないかな。安心ですメロンって言うんですって。アンデスっててっきり山脈の方かと思うじゃないですか。なんかこの商品安心ですよっていうものらしいですよ。アンデス最後に何言っとるんだって話なんです。これ本当にマジなんですよ。はい、ということで本日も動画最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ありがとうございました。次は誰が来るかな。みんな可愛かったんですよ。お楽しみに。